ルイアドルフティエールは、フランスの政治家、歴史家。首相を2回務め、フランスの二大大統領を務めた。生が、チエールと表記されることもある。1797年4月16日に、マルセイユ近郊、ブックベルエールで生まれた。父はジョーマエアで、母は、シェニエ家出身だった。マルセイユのリセに通った後、 X の法学部を卒業23歳で弁護士免許を取得した。しかし、ティエールは法学への興味が薄く、代わりに文学に興味を持ち、ボーブナルグ公爵に関する論説を書いて、X で賞金を得た。1821年秋にパリに出て、すぐ、ル・コンスティテュショネルに寄稿するようになり、自由主義者として名が知れ渡るとともに、フランス革命史を表して、 一躍国民から名声を得た。この時点では、生涯を通して文人の道を歩むと思われたが、1829年8月にジュール・ド・ポリニャックが首相に就任したことで情勢が変わり、1830年初には、アルマン・カレル、フランス・ワミニエラと共に、ルナショナル紙を創刊して政府批判を始め、ジョージ・セインツ・ツベーリーが、ブリタニカ百科事典第11班で、 ティエールを実質的な革命の中心人物の一人と評するほどの活躍をした。7月王世紀では国王ルイ・フィリップ一世を支持する旧心派の一員として活躍、X から大議員議員に選出された後財務省の官僚を務め、1832年の6月暴動の後は内務大臣に任命された。1836年には首相も務めており、 同年に辞任した時点では外務大臣を兼任していた。一方でフランソワ・ピエール・ギオーム偽造・ギゾや第三代ブロイ公爵、ビクトル・ド・ブロイとは敵対した。また、1834年にはアカデミー・フランセーズ会員に選出された。辞任後はイタリアを旅した後1838年に野党活動を開始、1840年3月には 首相兼外務大臣を再任したが、反イギリス、反オースマン帝国政策について、ルイ・フィリップ一世の説得に失敗したことで、同年10月29日に辞任、失政政府と第一訂正の歴史の執筆に、専念して1845年に第一巻を出版した。この頃でも大議院議員に留任していたが、演説はほとんどしなかったという。 1848年に2月革命が勃発すると、オディロン・バロと共に、ルイ・フィリップ一世に呼び出されたが、事態の収拾に失敗して、辞任を余儀なくされた。第二共和制では、保守共和派の一員になり、移行式揮まで立場を変えなかったが、大統領選挙で、ルイ・ナポレオン・ボナパルトに票を投じたことは後に、批判の的となった。ティエールが、第二共和世紀に感触につくことはなく、 1851年12月2日のクーデターでは逮捕され、マザ・ロウ国に投獄された後、フランスから追放された。翌年夏に帰国を許されたが、しばらくは、失政政府と第一帝政の歴史の執筆に、千年、再び政治に関わったのは1863年に、パリから立法院議員に選出された時だった。立法院では、訂正反対派がごく少数だったが、 ティエールは積極的に演説して、訂正の外交政策を批判、また、フランスの威信が低下していると主張して、不屈戦争における改戦世論の形成に一役買った。国防政府では初め感触につかなかったが、プロイセン首相、オット・フォンビス・マルクとの休戦協定交渉に関わった。そして、休戦協定が締結された後、1871年。 フランス議会選挙が行われたが、ティエールは20以上の選挙区で当選、パリの代表として議員を務めた。直後に国民議会より行政長官に選出されると、ティエールは連立内閣の組閣を命じ、続いてドイツとの講和交渉に臨んだ。この時、アルザス・ロレーヌの2州をドイツに割上することとなったが、ティエールは議会に講和の必要性を解き、 講和案は4倍以上の票差で可決された。講和への不満によりパリコミューンが設立されたが、ティエールはこれを鎮圧、8月30日には正式な大統領に当選した。ブリタニカ百科実典第11版によると、ティエールの堅固な意思は、フランスの復活に役に立ったが、同様の理由により、野党の反発も激しかった。内政においては保護貿易の支持者だったが、 自由貿易の思想は、第二帝世紀のフランスに浸透し、兵役の期間を長く設定しようとした一方、ドイツへの復讐主義者は、徴兵制度で短期間の兵役の義務化を求めた。1872年1月には一度辞任を申し出て拒否されたが、この時点でほぼ全ての党派に嫌われ、主な支持者であるジュール・シモンや、ジュール・バルテル・ミー・サン・ティレールは、ジョージ・セインツベリーから、 過去の人物と評された。1873年にも、ティエールへの攻撃が続き、4月13日には、大統領の行政権や議会に対する権限を削る、議案が可決され、5月19日に内閣が更迭され、アルベールド、ブロイ内閣が成立したものの事態が好転しなかった。やがてティエールが、議会の、 とある議案を不信任投票として故障すると、その議案が16票差で可決されたため、ティエールは5月24日に大統領を辞任した。大統領の辞任以降も、議員を続投、1876年フランス議会選挙以降は大議員議員を務めた。この選挙では、ベリフォールから原動委議員にも選出されたが、ティエールは引き続きパリの代表として大議院議員を務め、 元老院議員は務めなかった。1877年5月16日危機では、と、ブロイ内閣に不信任を突きつけた議員363名に含まれたが、と、ブロイ内閣の総辞職を見ることなく、同年9月3日にサンジェルマガンレイで病死した。ジョージ・セインツベリーはブリタニカ百科辞典第11班への寄稿で、同時代の政治家において演説では、 ビーコンズフィールド白尺を覗き右に出る者はいないと述べた。妻エリーズとの間に一条を設けたが、その娘はティエールに、先だって死去した。ありがとうございます。